はいどうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。今回は何も見ないでジバニャンとウィスパーの絵を描くとどうなるのかやってみたいと思います。じゃじゃん、完成した絵がこちらです。いかがですか？見てない割にはジバニャン上手くないですかね。たまにジバニャン描くんですけどね、なんかウィスパーのバランスがちょっと変になってしまったかも。ウィスパー描いたの初めてなんで、ちょっと色とかも口の色紫やったっけみたいな考えながらやってました。でこの絵は実はですね、ウィスパーの足をジバニャンが踏んでるみたいな感じにしてみました。いかがでしょうか？